ということで、今日はフェラーリの458スパイダーをお届けします。まあ、フェラーリの、ミッドシップ V8 シリーズ、というのは、308から始まってるんですけれども、フルオープンスパイダーを348の時代からエンジンが V8 エンジンが縦置きになった時代からフルオープンスパイダーを始めてます。で、今回の458スパイダーは今までにも増して悩ましいんです。まあ、これまではね、やっぱり屋根を開けるとそれなりに運動性能も落ちるし、まあ、走りのクーペベルリネッタに対して、プロムナードカーというか、洒落たスポーツカー、ロードスターという意味でのスパイダーが、まあ、存在してたわけですよ。ところがこの458スパイダー、まあ、ハードルーフを採用して、でこれカッコ悪くなってくれてたら私もね、ベルリネッタの存在理由あったんですけど、クーペよりカッコいいんですよ。どの辺がかっこいいかっていうと、まあ、スタイルをよく見ていただいたら分かるんですけど、まあ、特にルーフから後ろ、まあ、エンジンルームの上なんですが、まあ、最近の V8 フェラーリは、まあ、ガラスカバーにしてエンジンを見えるような、ハッチバックスタイルだったんですよね。でも僕らスーパーカー世代にとって、まあ、フェラーリのミッドシップカーてかフェラーリに限らずな、まあ、フェラーリに限らずですけれども、ミッドシップカーっていうとやっぱトンネルバックスタイルが、象徴やったわけですよね。え、見てください、この458スパイダー、見事なトンネルバックスタイル。僕はちょっと D のを思い出しましたね。で、まあじゃあ、まあ、かっこいいのは分かったと。でもやっぱりオープンで主なっとるやろ。確かに少し重量増えてます。でもね、この車ハードルーフにしてなおかつソフトトップよりも軽いんですって。ほんまかいなって思いますけど、ほんまらしいですよ。まあまあやっぱり今買って一番、新車で買って一番、まあコストパフォーマンスも考えてフェラーリらしいフェラーリでしょう。もう最高の入門車ですよ。最高の入門車ということはフェラーリの場合どういうことかというと、フェラーリ乗り慣れした人が乗っても、まあ、楽しめる車なんです。もうステップアップとか考えずにね、いつかはクラウンみたいなことを言うてんと、いきなりフェラーリ乗りましょう。うん、ほんでこの世界好きやったらまだまだ上あるんで、昔行くとかスペチャーレ行くとかね、まあ、まずこっからスタートせんともう話にならん時代になってきました。うん、ということで今日はまあ今新車で乗って最も満足度の高い、フェラーリをお伝えしました。458スパイダーでした。